それでは皆様お待たせいたしました。ただめより8月20日21日開催のスーパーミュージックフェスティバル2022お台場ライブの記者発表を始めます。本日は暑い中、多くの報道関係の皆様、また当フェスの関係者の皆様にお集まりいただきましたことを感謝申し上げます。ありがとうございます。司会を担当いたします株式会社 KYI の白石でございます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。それではまずはじめに永代総合サービス株式会社代表取締役社長李隠敏よりご挨拶させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ご紹介いただきました永代総合サービス株式会社李と申します。本日お忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。開催に向けて、関係者一歩一貫になって邁進しております。僕の関係者で、1万人呼ぶ予定です。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。次に株式会社ナフコネクト・フォー・アフリカ・アンド・ザ・ワールド代表取締役ナジ・ケネディ・フィンタンよりご挨拶です。皆さんこんばんは。こんばんは。ちょっと返事弱いね。こんばんは。高台ご紹介されました通りナジ・ケネディ・フィンタンでございます。高台からのご挨拶って終了がございますか。この場を借りしてご挨拶できることを嬉しく思っております。今回は、初めてアフリカの歌手そんな大きな場所で日本で活躍するともう本当に、感無量ですね。感謝しきれないです。音楽というのは文化そのものですから一番その国のことを分かりたかったらもう音楽から入りやすいですのでこれが入り口としていろんな1万5千人のアフリカの方々、そしてそういう気配にいる方々に参加してもらえるように協力いたしたと思います。どうかご支援、ご協力のほど、止まれたくお願い申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、株式会社 KYI 代表取締役社長兼 CEO、小林正幸よりご挨拶いたします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんはじめまして。株式会社 KYI の代表CEO の小林と申します。本日はお暑い中お越しいただき誠にありがとうございます。まずですね今回 のこのフェスに関しましてですねお隣の森田社長からお話を聞いたときにですねやるのかみたいな形で本当にうちらも小さいライブハウスからホールから含めていろいろはやってきた中でキャンセルで多分ほとんどのお客様というか主催者さんもそうだと思うんですけど3年ぶりかなっていうのがあります。で私どもの会社はですね株式会社 KYI と申しまして、技術テクノロジーの33年やってる会社でございます。この3年間何をやってきたかというのがですね、手前どもで現在開発推進中のリアルウィズバーチャル、これ複合型メタバース。おそらく皆さんメタバースというのは昨今何かっていうぐらいの形では多分耳にしてるのかなと思います。いろんな人の出会いの間でありですね、いろんな取り方の間が変わってきましてですね、こういったフェスにおいてもですね、なかなかやりきれなかったっていう中で、メタバース上のバーチャル空間でですね、鍛え上げてきたという実感はあります。で今回 のこのお台場のフェスティバルに関しましてですね、やはり森田さんの企画制作、皆さん の李さん含めて、これ皆さんがまずいろんな人の力がやっぱり関わってですね、今もまた進化して成り立っていくと思っています。で今回新しい試みとしまして AR 技術であったり XR であったりこの辺はちょっと技術的な解説は避けますけれどやはり会場内でですね
今日は阿波踊りの関係者の方も来られております。やはり夏といえば皆さん何ですかって言った時にやはりお祭りですね、自分のイメージは。まあ、この新しいフェスという形をですね、単に音楽フェスだけにとどまらず、地方や地域、それからまあいろんな方々ですね、いろんなアーティストという総合ジャンルの中で音楽もあればアクターもあればいろいろあると思います。まあ、こういう人たちがやはり僕らがこういう作る企画制作の中で皆さんが一生懸命やる頑張っている姿をですね、日本および世界へ配信できるような形になればすごくいいなということで進めていっております。ぜひ皆さんね、来月の部分に関しましてやはりそのどういうライブになるのかというところを、まあ、見ていただきながらですね、クイズのゲームあったりパズルゲームあったりという従来では考えられないようなのを今企画推進中でございますので、実際のそのライブ会場にして、まあ、体感していただければなと思いますので、まあ、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。そして本フェスの主催者であるサンコーポレーション株式会社代表取締役社長兼 CEO の森田純でございます。今日はどうもありがとうございます。皆さんで成功したいなと思ってますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。なお今日会場には両日司会を担当していただく新三三三様をいらっしゃってます。株式会社サンシャインの新三さんと申します。よろしくお願いします。今回はこのコンサートで MC を担当させていただきありがとうございました。私は中国語と日本語と韓国語、英語まで全部担当しているので頑張ります。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。楽しみにしております。それではここからは当日参加が決定している方々にこの会場にお越しいただいておりますのでご紹介に入ります。トップバッターは高円寺阿波踊り舞長連の皆様です。この音楽フェスは日韓や世界の音楽のみならず文化交流の思いも込められています。日本が世界に誇るステージパフォーマンスの一つとして高円寺阿波踊り舞長連の皆様に盛り上げていただきます。それでは舞長連の皆様、当日に向けての意気込みなどをお願いいたします。どうも皆さんこんにちは。高円寺から参りました高円寺阿波踊り全協会所属の舞長連と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私は舞長連で連長を務めております角と言います。よろしくお願いいたします。今回このような大きなイベントにですね参加させていただき、なおかつオープニングで演舞をさせていただけるということで、非常に緊張感もあるんですけれども、精一杯盛り上げるように演舞させていただきますので、皆様お楽しみにしてください。ここでちょっとだけ高円寺の阿波踊りの方もご紹介させていただきたいと思います。もう皆さん阿波踊りはご存知だと思いますけれども、徳島の方でもう400数十年前から続いている伝統のお祭りです。日本を代表する伝統的なお祭りとなってますけれども、高円寺はまだ65年ぐらいしか経っておりません。65年前にですね、高円寺の町が何かの町おこしをする材料はないかということで始まったのが阿波踊りだとなっております。そこから今からもうずっと続いておりまして、大体まあコロナの前ですと2日間で大体100万人を動員して、踊る側も1万人を動員して踊って100万人のお客さんを呼んで大きなイベントとなっております。もう日本の東京のイベントの三大祭りとなっておりますのでね、またこのフェスティバルを通じて世界に発信できればと思っております。でその中で生まれた舞長連なんですけれども、我々はまだ総連28年目、来年30周年になるんですけれども、1994年から続いております。この文字のごとく、文字があるかあるな、舞長と書いて舞長です。蝶のように美しく舞うという願いを込めて、私の先輩の会長が名前を付けさせていただきました。蝶に恥じぬようにきれいに舞いたいと思います。今回の祭り本当に、頑張って盛り上げたいと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。今日も紹介させていただきます。今日は連を代表して、
もう毎朝の未来と現実を連れてきました。自己紹介できるかな、喋れるかな。田中美也です。よろしくお願いします。この辺あのずっと、姉妹で続いております。はい、お願いしますよ。田中美也です。これからもアワードで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。長女の田中美也です。自分も笑顔で踊れるように、皆さんも笑顔にできるような舞台に全力で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。そしてあの最後にあのいつも私の補佐をしてくれています、連長補佐で頑張ってくれています、この娘たちのお母さんです。田中ひとみです。うちは踊りをやらせていただいてます。すごい楽しい青踊りなので、皆さんともう盛り上げられるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、今日の方もですね、ここは数年やっぱりコロナの影響であの大通りで大々的には開催できていないんですけれども、今年も、高円寺のザ・高円寺という劇場があります。そこで、8月の最後の、このイベントの次の週の土日に、舞台を中心に開催されますので、よろしければ皆さん高円寺の方にも遊びに来てください。本当に今回の舞台楽しみにしております。皆さん、何卒よろしくお願いいたします。衣装で来ていらっしゃるので、少しポーズ決めてみますか。ポーズ、いいですね。はい、一踊りするか、ミト。一踊り、鼻が踊るよ。あのうちの、 あの今、花形エースなんで、前出て踊らせてもらう。ちょっと失礼します。いきますよ。じゃあ皆さん、あの手拍子お願いしますね。あ、やっとさ、どうもありがとうございます。高円寺アワード踊り毎朝年の皆様でした。ありがとうございました。それでは次に参ります。フォーフェスでは総勢23組のニューアイドルが参加してくださる予定です。今日はその中から2組会場に駆けつけてくれました。スカイクロスとリフェスタの皆さんです。それでは先にリフェスタの皆さんですか。はい、どうぞ前にお越しください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあそれでは順番にお名前と、また当日に向けて、ね、意気込みなど、あと普段どういった活動をしているのかなど、どうぞお話しください。はい、リフェスタのリリーです。リカです。ミオリです。よろしくお願いします。お願いします。今回ニューアイドル部門に出演させていただくリフェスタです。このような大きなステージに立たせていただけること、大変光栄に思います。ありがとうございます。はい、私たちはこのスーパーミュージックフェスティバルのために結成されたダンスボーカルグループです。はい、今回のスーパーミュージックフェスティバルで披露させていただく曲は全て自分たちで作詞した曲になっています。ぜひ歌詞にも注目して盛り上がっていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。今ですね、世界的プラットフォームのチェアサポでチケット販売と同時に1日1回推しのアイドルに毎日投票でき、そして優勝者にはなんとドバイ旅行をプレゼントする企画を行っていますね。はい、でリフェスタさんは現在7位です。はい、どうでしょう、今後優勝を狙っていきますか。優勝を狙いたいですね。はい、ドバイを目指して。そうですね、はい、皆さんにどうぞたくさんチアサポを拡散していただいて、ぜひ優勝を目指してドバイに行きましょう。あー、それでは続きまして
場です。皆さんこんにちは、 We are スタイコロです。ゆうかです。しょうです。えいじです。はい、かいです。どうも、あすかです。はい、ということで、もう一度改めまして、スカイガラスです。よろしくお願いします。本日はこのようなスーパーミュージックフェスティバルの記者会見にお呼びいただき、大変な光栄に思っています。僕たちスカイクロスは、ニューアイドル部門として、出演させていただきます。今回、日韓の友好がテーマとなっておりまして、日本のアーティスト、韓国のアーティストの方々と、一つのイベントを、作り上げることができる機会に、僕たちが、関わることができて、大変嬉しく思っております。少しでも、イベントが盛り上がるように、僕たち精一杯、楽しいライブをしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。じゃあ当日どうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、スカイクロスさんもジアサポの投票、はい、リフェスタさんと同じ現在7位ですね。はい、はい、ドバイどうしましょうか。行きたいですよね。行きたいです。はい、ぜひ皆さんに投票していただいて、はい、はい、ぜひ盛り上げていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。なかなか緊張していてですね、まずまずなビートボックスを披露させていただいたんですけども、ぜひ僕たちでそのビートボックスの力でドバイに行きたいと思っております。違うから冗談です、すいません、ごめんなさい。歌とダンスでぜひ行かさせていただきたいと思ってますので、ぜひ応援の方よろしくお願いします。お願いします。続きまして、準備はよろしいでしょうか。はい、四国高松在住のオフィスストリート、松本浩二さん、松本陸さん、そしてもうお一方、キークレオさんです。どうも。こんばんは。昔、アイドルだった…そばと言えよ。え？そばと言えよ。そう。どこアイドルやねん。はい。四国の高松、分かる方。あ、全員分かりますね。ありがとうございます。先ほどね、阿波踊りのお話されましたけど、その発祥の徳島の隣の町。隣ですね。はい、はい、まあ皆さん、うどん県って言うとね、分かるかもしれません。はい、そこでもう僕はずっと映画、僕は映画の方が多いんですけど、映画の世界で今年、まあ、23年目でございます。はい、ね、インターネットとか見てくれたらたくさん出てくるね。はい、まあで彼はね、はい、うるさい。彼はね、5歳から5歳からです。あ、でも同じ感じですよね、多分さっき。ああ、本当だ。彼ね、5歳からやってるんですよ。まあ、それはカメラに映ってる、はい、もうね、こんなひげの生えたおじさんになりましたけど。はい、はい、まあ、はい、フェスに関係あることを話しましょう。そうします。はい、で僕らは自腹でドバイに行くってことでよかったんですかね。だからアイドル関係なかったみたいな。はい、はい、チアサポない。チアサポに関連付けてなんかドバイに連れてくるしないですかね。はい、すいません、頑張ります。はい、僕たちロックテイストな曲を歌うのと、非常にね、オープニングは、KYI 様にちょっとご協力いただいて、非常に壮大なオープニングを考えておりますので、非常にね、楽しみにしてほしいと思います。はい、で、うちの所属でもあります、キー・クレオと言いますけど、彼は彼じゃない、彼女はね、彼ですよ。はい、よく2丁目に間違えます。はい、ちょっとじゃあお話ししてください。はい、私は KYI さんのですね、ステージの方で一曲歌わせていただくんですが、そちらの方では皆さんあんまりちょっと親しみがないかもしれないんですが、世界に向けて日本もね、メタルロックだったりヘビーメタルだったり、そういったね、ものを発信できていったら
すごい嬉しいなと思っているので、その辺をね聞いていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、僕らももちろんですけども、今回出る、皆さん全員で、このフェスを盛り上げていきたいと思いますので、バッキュバッキンやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よし、よろしく、よろしく、よし、ありがとうございます。ありがとうございました。松本浩二さん、松本陸さん、そしてキークレオさんでした。ありがとうございました。それでは続きまして、今回来日が決定している K-POP アイドルの皆さんからビデオメッセージが届いています。前方スクリーンにご注目ください。8月21日、ぜひお台場まで来
てください。来てください。今回の祭りは、カニチム観光業等ものだと聞きました。僕たちのお祭りを本当に頑張って参加して、最善の尽くした日です。はい、今回の東京お台場スーパーミュージックフェスティバルのために僕たちの祭りが一生懸命練習して準備しました、はい、皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。フェスティバルステージは僕たちの祭りの最高のパフォーマンスを、まあ、皆さんにお届けしますのでぜひお台場まで今まで、ね、ボスでした。リボス、やばい。またね。またね。よくないよね。会いましょう。記者さんいらしていただいているので、それでこれ MC の方ってティアラさんですね、元ティアラ、ティアラです、はい、あのウンジョンさんっていうあのアーティストの方があの8月の21日に、まあ、一応夕方ぐらいをちょっと予定してるんですが、あのサプライズで参加決定しております。これはもうあのここに今発表してますので、まあ高知情報ということにもこれからなると思いますので、これもまたちょっと一つの
また一応いろいろあるんですけれど、まあ、ちょっと今現時点に決まっているところでちょっとキャスティングの方も調整はしています。この調整というのはですね、出演したい方が多数おりましてですね、ただタイムテーブルがもうかなり厳しくなってまして、ちょっとその辺のいわゆるフェスの中で の主催の中でちょっと今取り決めしている段階でございます。それからクリスチャン・ラッセルさんのも含めてですね、こういったところもまた出てくるようなところもあるので、これも調整入っているというところでございます。はい、日本ナイジェリア振興協会の一人申します。この度ナイジェリアから若手のシンガー、まあ、結構私も調べましたところ、ナイジェリアでも結構有名な曲がこれから増すシンガーが2名参加ということで、私個人的にすごく嬉しい感じなんですけども、これをきっかけにそのナイジェリアサイドですね、多分彼らもナイジェリアサイドで、この PR に組んでいろいろと発信していると思うんですけれども、現状ナイジェリアサイドはどういうふうに思っているのか、また、ケネディ会長の方でも、ナイジェリアの方で、今回のこのイベントを通じて、どのような展開でというふうに思っているのか、ちょっとその辺のところをお聞きたいなと思っております。ありがとうございます。ですね、いつも私ね、皆様に伝わっているのは、世界と言っていても、アフリカなき世界じゃないと。まあ、ご存知の通り、80% の資源はアフリカにあるんですが、それなりの文化もあってですね、それ何やろうが世界でやっていくという歌はアフリカにいないと、ちょっと足りないんじゃないかなという、本当に思ったんですが、話しておりますので。ナイジェリアの方で初めてその今現代、昔はフェラ・アネクラ・ボクジという多分昔の方してると思うんですけど、彼は日本に来て、まあ、小さなステージでコンサートをやってるんですよ。でも現代の若者たちは本当に音楽は KYI さんの言った通りでオーダーレスなんですよ。政治ではないんですよ。本当に音楽一本の政治考えちゃいけないんですから、もうやっぱりなという文化コミュニケーションというのを考えていただければなと思います。ナイジェリアの方でみんなワクワクしてるんですよ。とうとう若者、ナイジェリアの優秀なアーティストは日本で大きなステージ3万人の前で披露できるんだと。それ今のナイジェリアあと夢なのは、もう本当に日本の歌手とコラボして、それでもう何か作り入れてあげれば本当に嬉しいなと思っております。今本当に現地で盛り上がってますので、ナイジェリアはアニメ部門なんですね。アニメはイコール日本なわけですよ。日本の文化も非常に動いてますので、これから掘り出すと、ちょっとあとプロフェッショナルの方々もやっぱりアフリカの文化ウィークというプログラムを作ろうと今考えております。文化ウィークとエスポ、何をやるのか、アフリカの文化、食べ物やいろんな本当に文化とか食べ物とかいろんなのを要望して、皆さんももっとアフリカというのは大陸ですから、まあ、その大陸の中に56カ国があってですね、そこに皆さんアフリカ大陸ですよと分かってて、そこが各文化にあるんだよと。認識していただけるのかと私思っています。それでこういう大きなチャンスをいただいてですね、うちも IT 関係なんでね、ナフコネットというアフリカのプラットフォームを開発をしている企業なんで、日本とアフリカ、そして世界をつなぐナフコネットという名前、今会社の代表を務めさせていただいています。片原財務長、ミラレル豪華会長という任務を任されているんです。どうかお台場に出向いてですね、今までの痛い浴衣があるの、そこにもアフリカ料理も皆様食べたことない、そこにもアフリカ料理出すよっていうのを今準備進めているので、出たらぜひアフリカ料理食べてください。本当にいろんな楽しいことがあると思うんですが、ナイジェリアも盛り上がってるし、全て在日のナイジェリアの方々も外交でもみんなやっぱり喜んで、あ、こういうのも成し遂げるんだ、入り口と私を思っておりますので、ぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、それでは、どうぞあなたの贈呈タイムです。